これ、うわうわはい、ということで今回はバトルフィールド2042ということで今回はブレイクスルーブレイクアウェイコンドル行こうか。このコンドルマジで体でかいんでね操作慣れてきたのはいいんだけど、めちゃくちゃ車線切らないとこのブレイクアウェイマジでむずいからな。なるべく低空でこうです。 A2 めっちゃいるめっちゃいるうわこれこれうわうわえぐいえぐいおいちょっとこれいいなおいちょっと待って、これいや嬉しいよりこれし羨ましいが勝つよこれ。ちょガンナーちょっとやらして俺にもいやこれいいな。さあなるべくねもう障害は取り除こう。空の敵は倒す。いやいいんじゃない、ガンナー全員気づいたな。50ミリ当たれば一番いいんだけど、あ、機銃できるか。はい、ナイス。これで一つ気づいた。開幕はね、人全然いないんで、なるべく好戦的に行こう。っていうのもね、輸送したいんだけど、輸送する人がいないのよ、まだ。輸送する人がいなければ、俺はもう存分に攻撃に転じられる。これを任した。あ、結構お肉の人いんな。肉入りの人もいるけども、あ、いいねいいねいいね。いやこれ正面に機銃撃てるのマジでかいな。よいしょよいしょ。ナイトバードもな、これぐらい前向けたらサイドの人がなんか対空砲撃ったりいろいろできるんだけど、よいしょ、一回離脱。あ、これこれいけそうじゃない。ちょっと AI に強気AI には強気なんだけど、 AI にはね、あの不意ってもんがないんで、で結構無反動砲持ってるんでね、なんか歩いてるなと思ったらポッケから無反動砲出してこっち撃ってくるからね。すぐ AI の怖いところはね、彼ら不意というか意識の外っていう概念がないんで裏取りしてもすぐ撃ってくるんだよな。あれマジで怖い。たまになんかね、なんか背中から近寄ると気づかないふりしてるけど気づかないふりしてるんだろうなーって感じがすごい。あ、これ取れるな。これちょっと最後プッシュ。さあガンナー真ん中見てもらって、あ、ナイス。セクター制圧完了。ロックオン感知。さあこのまんま速攻決めようか。あ、これはこれはあーあーいあいったこれなんすよねコンドルの最大の武器は彼の体、このフィジカル。いやーマジこのブレイクアウェイ、ほんとどこにいればいいか全然わからんわ。これどうすればいいんだ。あお、いやここちょっと上から降りれるかと思ったんだけど、奥から撃たれるな。あー、この谷の上に来れば上からポンポン撃てるな。上からポンポン撃ちた。おい、 C4 ドローン来た。 C4 ドローンは一旦逃げるいやなんか C4 って当たったらなんだ、ジャミング的な効果あるんか。え、なんか俺だけこれ感じてるのは僕だけ。なんかドローンってさ、体当たりジャミング効果あるんかな。あーら、ちょっと誰か ドローンのプロの人教えてドローンプロ。いやーこれゴリ押しいけっかな。ゴリ押しでちょっと味方入ってるんで入りつつ、ただ遮蔽物ないんでもうかわします。全部飛んできたらかわす。わあ危ない危ない危ない。オッケー、ちょっとロックオンはプレイで、おいおいおい、あ、これ意外と、わあ危ねこれ意外とかわせるぞ。意外とあくそ、いや無理です。オッケー、フリア、もう十分もう十分。B2 分かった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 チャットですごい B2 言ってる。さあこれ入ろう。もうコンドルだったらもう秒でつくから、ほんと2秒でつく、2秒で。いや際どいところよこれ。さあここもかわしまくるんだけど、あーフレア、オッケーオッケー。さあぐるぐる回りながら、よし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 これいいよいいよ、完全に逆転してる。なんとかあのヘリは味方か。よしよし、クリアクリア。アイコールでかい。あ、これ完全に完全にコンドル来たんじゃないこれ。またまたドロー、またドロー、また蝶々。いやこっち来ないで、こっち来ないで。なんか 2匹ぐらい飛んでる。よし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 。あ、これちょっとコンドルの、いやもうでも強引すぎるな。もっとなんかスマートにね、隠れられるポジションとか人を運べるポジションがあればいいんだが、これもうちょっとブレイクアウェイ研究しないとな。さあ裏からいけるのか。お、梅干し強い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 ありがとうございます。これはちょっと頑張ろう。さあ味方降りてくれ。いやこれ無理だな、一旦離脱しよう。
あー味方大丈夫、これは任せろ。はい、というわけで今回はバトルフィールド2042ということで、MAV をねプレイしていきたいと思います。大変調子こいて申し訳ございませんでした。これはもうねちょっと責任を取って MAV ビーコン撤しよう、ちょ研究しよう。これいいんじゃないの、ここまで来ればさすがにバレないっしょ。まあ、いずれはバレるにしても味方は結構ね送り込むことできるんじゃないかな。 C2 まで 100m ちょいか。あ、これいいね。何これ嘘でしょ、これどっから見た、あ、戦闘機か。さあゴー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 、ゲー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 、ここはもうちょっとな、危ない、危ない、非常に危ない。あー、やっぱ戦闘機か、危ないね。ちょっとこのタンクもあるんでねこのなんか石油タンクみたいなのが爆発したらほんとめちゃくちゃダメージ食らうから、これだけ注意しなきゃいけないんだけど。さあ、いいよ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 、これもうマップ見たら完全に裏取りコースってわかるからな、完全に糸を汲み取ってもらえる位置取り。あれ、なんかこれなんかいんな、これやばいか、ちょっとこうです、よしよしよし、あいやあぶねえ分かってんだよな、大丈夫、いない、よしよしよし、お C2 減ってるな、これ行こうこれ行こう、これチャンスです。裏から陣を送り込んで制圧できてきたらもう突っ込む、最後の一押し。さあこれでリスポーンしても敵の拠点の中、しゃあゴー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 、何これ、あー EMP 踏んじゃった。さあ20対1、あ、これはいったな、オーマイグッネス、オーマイグッネス、さすがのニーガンもびっくりの、わあちょっと待って、やばい、おー、しよう、来たドロー、わあケツが半分消えた、オーケーオーケーオーケー、これは多分来てない、いったか、あー、いいナイスセクター2、いや、これ MAV キャリーなんじゃない、いや、違う、なんか裏取り結構効いたんじゃないかな。さあ、最終フェーズどうしようかな、これもまたね、研究しないといけないんだけど、多分外回ってジップで中入るみたいな作戦がいいんじゃないかな。ちょっとそれでいこう。これはこれは結構いいポジションの予感するな、これジップあるからね、横から斜めに行ってもらって、そう、あ、いい感じ、そうです、オッケーオッケーオッケー、ゴー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 、これでオッケー、これ待機しよう、いいよいいよ、よしこっち向けていこう、これなんか出口がね後ろにあるみたいなんで、お尻こっち向けといて、降りたらすぐにねジップ、あ、めちゃくちゃ来てるじゃないこれ、これどんどん行ってもらおう、オッケーあらこれ、あら、ちょっとこれやばいか、ちょっとポジション変えようか、これまずいな、もうバレてるな、こっちちょっと迂回して新しいポジションに行こう、こっちからはどこ行けんだ、ジップが他にあるところは、ただ左奥はね多分リスポーン位置になってるんで、ビークルとか湧いたら結構やばいんだよな、無反動砲もいるだろうし、ちょっとこっち行こう、なるべくリスポーンと反対側のこのポジション、ここどうっすか、ここいいんじゃない、ほらジップあるんで、そこから、あ、オッケー、ただ戦車がいる、やばい、あいつに見つかったら俺なんだけど、後ろに行ったら、歩兵がいるんだよな、いや、これはちょっと動けないな、今、なんとか、あっち行け、やばい、なんかいる、オッケー、ナイススモーク、このスモークはナイス、これやばいか、このポジションやばいな、これ、移動した方が、やばい、ごめん味方移動したらいいな、これちょ、これは怖い、いや、これブレーカーウェイマジで輸送機むずいって全然なんか安定して運べるポジションが見つからんな、これはまた研究が必要ですよ。さあ D2 はもう取れそうだな、まあ、この試合いったか、あー、ナイスジュジュ、いやー、なんかね敵から車線を通さずに至近距離で輸送できるポジションを見つけたいね。